35歳で、職業は会社員です。車はスバルのインプレッサですね。小さい頃から今までやっとこう手を出せるようになったので、車にやりたいことを全部こうやった結果がこれなんですけど、やっぱり小さい頃からの憧れだったんで、まあ、青春じゃないですけどそんな感じですかね。まあとりあえず乗れるまでは乗ろうと思いますけど、そうですね、まあとりあえず頑張って乗ります。壊れたらまた直すような。もともと小さい頃にもう車好きで、中学生の時とかもやっぱゲームとかやってて、でやっぱ高校卒業して実車に乗れるってなった時に、やっぱこういう車一度乗ってみたかったなっていう、まあ小さい頃からの憧れです。なぜ買ったかというと、もともとレガシー最初に乗ってて、車好きだったんですけど、そこまでこだわりなかったんですけど、その車乗ってから、レガシー乗ってから、じゃあちょっとやっぱ次はインプレッサ乗ろうかなっていうのがきっかけです。カスタムした場所は外装と内装と、まあ、あとエンジン関係、まあある程度全部やりました。今の仕様にしてからちょっとあのリアウィングですか、後ろのあれがちょっと巨大すぎて、なかなかこうセットしても触れちゃったりとかして、ほんと半年ぐらいかけてなんとかあのウィングをくっつけて走れるようにはしたので、ウィングのステーをワンオフで作り直してもらったり、裏で鉄板で補強したり溶接とかしてもらって、あとはあのコネクションロッドっていうロッドとか追加してもらって、やっとあれをつけることができたので、それが半年ぐらい多分かかりましたね。改造、まあ自分でできる範囲はあんまりなかったので、お店、地元のお店に出したりとか、あと他の県外のお店、エンジンとかタービン関係で。一番のこだわりはやっぱ外装ですかね。誰とも被らないような感じでやろうと思ったので、ちょっとワンオフじゃないですけど、いろいろ作ってもらったりとかして、誰とも被らないように。深く、はまったらこう、深く掘り下げてしまうので、一回はまっちゃうとこんな感じになっちゃう。見た目じゃないですけど、やっぱ自分自身はあんまり派手にできないので、その代わり車に投影させてるみたいな。昔はちょっと金髪とかにしてたりとかもあったんですけど、年を重ねるとやっぱ気持ちは落ち着いていくんですけど、車は反比例してこんなになってしまいます。